全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは大外メジャースクリーン。まず何がいきますか。6番ミカエル・スペンサー先頭に立ちます。16番モンブランショコラ先頭に入れ替わります。その後は10番アルコイリス、14番インパスコミュー好位をキープ。各馬1コーナーに入っていきます。少し差が開いて5番ジェイアクア、少し差が開いて12番エンゼルグレユード、少し差が開いて9番ミヤブーひまわり、18番メジャースクリーン、8番オカリナ、この辺りが中断。これを見るように内側7番カレンマイコ、そのうち4番ニコテン、2コーナーを抜けて向こう上面、外を抑えて13番ひななファースト、続きまして15番マナノヤキトリ、続きまして17番モアトリプル。 1000m の通過タイムは1分0秒2、内抑えて2番ペルルランド、その外3番グランディオーソ、それから11番ブラックドラゴン、1番センパヒビック後方、先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってモンブランショコラ、10番アルコイリス先頭に入れ替わります。14番インパストミュー好位をキープ。後ろに6番ミカエル・スペンサー、少し差が開いて12番エンゼル・グレユード、18頭大欅の向こうを駆け抜けます。内抑えて5番ジェイアクア、少し差が開いて9番ミヤブーひまわり。長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線コースに向いた。若干リードはモンブランショコラ、先頭モンブランショコラ、400を切って先頭モンブランショコラ、そしてアルコイリス、食い下がるアルコイリス、わずかに先頭はモンブランショコラ、あと200、モンブランショコラ粘っている、アルコイリス追ってくるが厳しい展開、モンブランショコラ頑張っている、モンブランショコラ、モンブランショコラ堂々と合輪。勝ったのはモンブランショコラ、鞍上は海老名正義騎手。モンブランショコラブリーダーズカップを制しました。2着アルコイリス、3着にはインパストミュー、